本日は株式会社倉庫さんにお邪魔しています。行ってきます。広告ディレクションを通じて個性を磨き、会社の発展とクライアント満足を目指して邁進しますの理念のもと、広告代理業務、デザイン制作業務、イベント企画運営業務の3本の柱で事業を展開しています。社員一丸となって生活者の思考や取り巻く環境をしっかりと把握し、クライアントの課題解決を実践することを目指しています。本日は株式会社倉庫の富松さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。現在入社して何年目ですか？現在入社して1年目です。新入社員なんですね。そうですね、新入社員、ちょっと変わって11月入社なんですけど、今1年目です。今どんなお仕事をされているんですか？今基本的には広告の営業の仕事をしています、お仕事のやりがいってありますか？一番のやりがいは自分がやったものが世の中に出るので、例えば自分が CM 作ったら、そのテレビでその CM が流れたりとか、新聞の広告出したらその日の新聞に自分のやった広告が掲載されたりとかするので、もう友達とか家族とかにも、これ僕がやったんだよみたいな、この日乗るから見てねみたいなのもすごくモチベーションにつながるっていうか、やっぱり目に見えるので、そこが一番のやりがいかなと思います。好きなところってありますか？一番好きなところは先輩方がやっぱり優しいことです。やっぱり新入社員でわからないこともすごく多いんですけど、まあ、自分から聞く時ももちろん親切に教えてくれるんですけど、なんかこう行き詰まった時とかはそれを先輩方が見かねて、大丈夫みたいな、なんか分からないことあったらいつでも聞いてねとか、それこそ仕事終わった後にご飯とか飲みとかに連れて行っていただいて、いろいろお話を聞いたり、させていただいたりとかして、ここがすごく大好きなところです。株式会社倉庫副社長の駒さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝礼について教えてください。はい、活力朝礼という、要は朝活力を持って一日をスタートさせようということで、もう10年ぐらい前から始めてるんですけども、会社のみんなの表情を見ながら考え方を、その朝1回みんなで一致させて、経営理念の聖書だったりとか、社訓をみんなで、声を合わせてしたりとかっていうのを一日のスタートにして、とにかく明るく笑顔で楽しく仕事をしようというのが、まあ、きっかけで朝礼を始めました。本日は株式会社倉庫さんで取材させていただきました。本日はありがとうございました。